このスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。北澤さん、この試合ゴールマウスにはオリバー・カーンが待ち構えています。いや、気合十分ですよね。やっぱりオーラが違いますからね、はい、ちょっと怖いぐらいですよね。そうですね、投手が全身にみなぎっているようです。苦しい時こそ一番後ろから選手を鼓舞してくれます。シュート、マンチェスター・ユナイテッド、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。まあ積極的でいいですよね。どんどんこうやって打っていけばゴール前何か起こるかもしれませんからね。ルーズボール、このボールに触ります。マリアノ・ディアス、さあつながるかと、これはつながりません。橋岡、メシノ、今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。サバニエル、ルーズボールからメシノ、柔らかいボール、このパスはキーパーへ。森島、ハビ・マルティネス、ふわっとしたボール、杉岡、森島へ、菅へ、バシリ、ハビ・マルティネス、ラキティッチ、バシリ、42分です。プレスからボールがこぼれる、前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。まだスコアレスです。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。ホーム側としては今のところリードは奪えてないんですけども、一つ挙げるとすればやはり早めに潰していくディフェンス、これがうまくいった印象はありましたよね。まだ相手に決定的な場面を作らせてませんからね。前半互いにノースコアのまま後半を迎えます。セカンドハーフ見ていきましょう。ホーム側としては攻撃の形はできてますから ね、後半も続けていきたいですよね、はい、杉岡、大きくサイドチェンジ、立田、相馬へ、橋岡、田中、相馬へ、チャレンジはしません。後ろに流す、杉岡、また中央へ、立田、斉藤へ、森島へ、橋岡、相馬へ、森島へ、フェイントで抜き去ります。絶好の位置、
撫でるようなボールタッチ。このスルーパスは通りません。田中相馬へ。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。後半に入ってからも動きが少ないですからね。試合の展開という意味では少しおとなしいですからね。先制点が非常に重要ですよね。いや、展開早くなってきましたね。森島、森島へ仕掛けるか。ボールの奪い合い激しいものがあります。ここでファウルがありました。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。ラキティッチ、今のは注意だけだったようですね。